誰だ。こいつ泥棒だな。捕らえてやる。もしもし、もしもし、わわあ、やめてくれ。もしもし、もしもし、どうしたんだ。おい、何があったんだ。もしもし、もしもし。次の手はずだ。ね、とっても面白いおもちゃプレゼントしてくれたの。うわあ、いただきたーい。ふわっ。まあマルストラン、私たちはこれエネルギージュースよ。ちょっと試してみたのさ。こんなに遅くまで一体どこへ行っていたの。ミリのね、お友達の誕生パーティー。なに、またミリとか。でももう遊ばないことにしたんだ。なに、今何と言った。ミリとは遊ばないって言ったんだよ。マルス、よく言った。そうかそうか、お父さんはな、いつお前からその言葉が聞けるかと楽しみにしていたんだ。そうとも、ミリとなんか遊ぶ必要はない、必要はないぞ。いや、よかったよかった。急がなくっちゃ、だいぶ遅くなっちゃったわ。それにマルスにも電話をかけないといけないし。すみません、免許証を。何かあったんですか。ギャング団が都内に潜入したらしいんです。なかなか可愛い子ちゃんだな。こいつさえ押さえておけばマルスは言い乗りだぜ。気の毒だがミリは来とらんよ。ミリはまだ帰ってないの。そうなんじゃよ。友達の家はとっくに出たというし、マルスが知らんかと思ってな。
それならマルスに聞いても無駄だ。マルスはもうミリとは遊ばんと言っておる。どうやらわしの教育が実を結んできたようだな。マルスが？おお、そりゃ結構なことだ。しかし弱ったの、町にはギャング団が潜り込んでるというし心配じゃ。ギャング団って何さ？お前には関係ない。悪いことばかりする仲間じゃよ。博士、僕探してきます。待て、マルス、待ったんか。マルスがもうミリーと遊ばんと言ったって？関係ない。どこ行ったんだろうな。車でもぶつかったのかな、それとも川にでも落ちちゃったのかな。お前がマルスか？うん、君は誰なの？俺の名はブルーザ。命までもらおうとは思わない。しばらくの間おとなしくおねんねしててもらおう。必ず決着はつけるぞ。乱暴だな。そんなところで何してるんだ。人を探してるんです。ギャングがいるから物騒だ。早く帰った方がいいぞ。はい。びしょ濡れだ。探したぜ、マルス。おじさん、ミリのいるとこ知ってるの？ああ、知ってると思うよ。道で気を失ってたのを俺のところへ担ぎ込んだのよ。本当？ああ、本当さ。ありがとう、おじさん。おじさんって親切な人なんだね。親切？俺がか？うん。そうよ。俺は親切なのよ。親切なのさ。待って、おい、車止めろ。早く降りる。俺は親切なんだ。お年寄りをおんぶして差し上げろと言ってんだよ。えらいな。今度は僕が。いいえ。俺だ。どうやら手荒な真似はしなくても済みそうだぜ。そいつを鎖から外してベッドに叩き込んでおけ。いい、分かりました。おい、鎖を解いてベッドに寝かせんだと言おう。え、ああよ。ここはどこなの？俺のやってる自動車修理工場よ。へえ、ここにミリがいるの？まあ、ついてきな。ほーれ。はっ！
ってるとこらしいぜ。そっとしといた方がいい。うん、ありがとう皆さん、本当に親切なんだね。僕ちょっと知らせてくる。君は、マルス。どこをうろつき回っていた。おじさんの仲間だったのこの人。ねえ、どうして僕と戦おうとしたのさ。なんだと。そうかい、マルスとか。どういうつもりだブルーザー。マルスに答えてやんなよ。なんとか言ったらどうだい。マルスに手を出さなんて言ってやった。そうか、わかったぜ。お前自分がポンコツなもんでマルスに焼き餅焼いたな。違うボス、俺は。お前を潰してやる、潰してやる。やめろブルーザー、やめろ。また発作が。連れて行き。さあブルーザー、しっかりしろい。はあ、びっくりした。一体どうしたの。やつは電子回路がすっかりいかれちまってんのさ。それで満足な体を持つマルスが羨ましくてならねえんだろうよ。かわいそうなんだね。かわいそう、すごいよ。かわいそうなやつだ。どうだ、あいつのやりかけの仕事があんだが手伝ってくれねえか。今マラス。わあ、仮設みたいだね。この穴何の穴なの。工場を地下まで広げようと思ってんだけど、えらく硬い岩にぶつかっちまってさ。それをお前の力でぶっ壊してもらいきんだ。なんだ、そんなことか。簡単だよ。うまくいきそうだぜ。日日銀行の金庫まで角を掘った甲斐がありやしたに。あとはマルスが大金庫の壁をぶち抜いてくれりゃいいってわけさ。これよ、こいつおめえの力でガンと一発ぶちかましてもらいたいのよ。なんせブルーザーはもう力がなくていけねえ。いいよ、いやー、さすがだ。ブルーザー、マルス、この仕事から手を引け。どうしてさ。お前のためにならないからだ。嘘だ、僕はおじさんが困ってるから手伝ってやってるだけだ。お前は騙されている。お前が今壊しているのはよく見てみろ、銀行の大金庫だ。この大金庫？でたらめだ。でたらめ言うと承知しねえぞ。でたらめなものか、耳を澄ましてみろ。一歩パトカーだ。俺が呼んだ。くそ！ブルーザー！逃げろい！ブルーザー大丈夫？早く、早くミリを取り戻せ。俺たちはギャング団だ。ギャング団？本当なの？早く行け。わかった、ブルーザー。なんだと？ブルーザーが裏切っただと？ボス、ご存じてるとここもヤバいですね。あの野郎、下の恩を後で返そうってのか。ああ、マルスが追ってきやすて。ハンドミサイルで虫焼きにしろい。
人質の命が欲しかったらおとなしくしてもらおうぜ。ミリおとなしく穴の中へ戻って言いつけ通りやるんだ。さもなきゃおめえの友達は蜂の巣だぜ。そんな聞かないぞ。外にマルスがいる。え？お、バーツ！マルス！ミリー！さあ、捕まって！さあ、うわー！くそー、ブルザメ！ねえ、マルス、私一体どうしたのかしら？そうだ、ブルザを助けなくちゃ！ミリー、ここで待っててね！マルス！よくもよくも裏切ってくれたぜ。裏切りじゃねえ、俺はボスにこの世界から足を洗ってもらいたかっただけだ。うるせえ。いや逃げろ、早く逃げろ。ブルーザー、しっかりして。マルス、すまない、俺はもうダメだ。ボスをギャングの世界から足を洗わしてくれ。殿。俺は惑星開拓用のロボットだった。古くなってポンコツ駅になった時、俺を引き取ってくれたのがボスのスカンクだ。俺の命の恩人だ。しかしボスの目的は俺に強盗をさせるためだった。俺は恩返しと思って我慢して働いた。そうだ、やれやれ、いいぞ、ブルーザー、やれやれ。俺は間違っていた。ボスをこの世界から足を洗わせる、そいつが本当の恩返しなんだ。俺は今度こそそのチャンスだと思った。俺の体は完全にいかれちまってるし、お前さえ手伝わなきゃことなんかできねえ。そうだったのか。それであの時僕を邪魔したのか。まだ最後の頼みだ、ボスを、ボスを。ブルーザボスをこの世界から足を洗わせる、そいつが俺の本当の恩返しなんだ。たまごだねえぞ、じゃんじゃんぶっ放してやる、どうせ逃げついでだ。よし、マルス、
聞いてるかい？君と約束した通り、スカンクはもう悪いことはしないと誓ってくれたよ。でも、ブルーザーが僕のことを考えてくれてたなんて知らなかったな。そうよ、私がマルスのことを嫌いだって言ったって好きなように、優しく見えてスカンクのような人もいるし、意地悪に見えてブルーザーのような人もいるのよ。そうなんだね。さあ、早く帰りましょう。みんな心配してるわよ。うん。長の山の上長官は強力な新兵器の実験を行った。ところが実験は見事に失敗。しかも山の上長官の姿も消えてしまった。懸命にお父さんを探すマルス。果たして山の上長官は。次回ジェッターマルス、お父さんどこ行ったのをお楽しみに。